どうもおはようございます。風雲寺風チャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。小村靖です。本日はですね、小村旅スペシャルと、小村旅スペシャルなんですけど、ただいま私一人でございます。なぜ杉山さんがいないかというとですね、もう集合時間なんですね。今朝7時集合時間。杉山さんからですね、 LINE が来たんですけど、なんか今起きたっていう。杉山さん今起きたらしくてですね、遅刻と、大遅刻ですね。今起きましたって6時54分ぐらいに LINE が入りまして、マジかとなったんですけど、まあしょうがないですね。美味しいご飯をですね、後でおごっていただきたいと思っております。おはようございます。あれ、杉山さん、どうしたんですか。寝坊しました。盛り上がってきたね。今回も。いや。新型コロナ感染予防にご協力ありがとうございます。うまいっす。近いっす。マスクの着用をしていただき、また会話は控えめにしていただきますよ。でしょ、寒いよね。なんか駅の感じおしゃれ、ね、ここびっくりすることにね、駅に温泉があるんだよ。どうも、風雲寺です。小村靖です。杉山亮太です。はい、ということで本日はこちら秩父。はい、私たちね、前回伊豆大島ですね、行きましたけど、惨敗と。どれだけ運がないんだと。本当ですよ。行ったは行ったでいいけど、なんか台風で全く何も見えず。いや、台風っていうか大嵐でしたよ。いやー、何のために行ったんだと。本当ですね。ね。ということで、我々風雲寺2人とも、もしかしたら運が悪いんじゃないかと。ああ、そうですね。ならば、運を上げればいいまで。お。こちら秩父。パワースポットがいっぱいございます。ありますね。そこを巡って我々も、そして見ていただいている皆様にもその運をお裾分けということで、はい、みんなで来年2021年をですね、はい、素晴らしい年にまた、ね、しようということでですね、みんなでハッピーになろうじゃないかと。はい、秩父満喫の編。満喫の編なんだこれ。小村旅スペシャル秩父編とかじゃないんですか。あ、そうだよ。それでは小村旅スペシャル秩父満喫編始まるよ。それでは、はい、これから秩父をですね、満喫していこうじゃないかと。そしていろんなパワースポットを巡って最強の運を手に入れる。これからですね、まずは聖神社。聖神社、日本の最初の通貨、ほう、和道開珎が誕生した場所でもあると。だって人はやっぱりお金にお世話になってない人なんていないわけですから。ですね。お金の神様にお礼はやっぱりこう日々の、僕なんかいつもね、疲れてしょうがないから、これからももう末永くお願いしますとご挨拶に行きましょう。ですね。あとはそれからですね、大和たけるの御事が作ったと言われている神社がありまして、こうその山にも登ってみようじゃないか。だから今日あれですよ、大和たけるの御事とお金の神様、はい、そこに巡ればもう怖いもんなしと。なしですね。それで最終的には宝登山の山頂で世界平和を願うと。
もうこれからの人生怖いもんなし。ご覧になって皆様にもそのパワーをおすそ分けということで、はい、我々の今日の旅のお供がこちら自転車です。ママチャリ、はい、巡っていこう。いやそれいいな、その感じでね。じゅんぐりと、はい、気持ちいい空気を吸ってですね、巡っていこうじゃないですか。それでは秩父満喫編始まります。どい。おーおー、めっちゃ見える。虹だー。やばいやばい、何年ぶりだ。すげえ。いや綺麗だな。幸先いいんじゃないですかこれは。あーちょっと薄くなっちゃった。我々を歓迎してるような虹ですね。消えていく虹が。伊勢神社着きました。すごい気持ちよかったけど、今めっちゃ暑いっす。暑いし足がパンパンですね。初っ端から、北割っていきましょう。それではね、行ってみます。行きましょうか。虹も見れたし空気もうまいし。ということで、はい、やってきました。こちらが聖神社でございます。ですね。こちらはですね、なんと和同開珎、日本の最初となった通貨がですね、ここで誕生した場所だと言われている場所でございますね。ここで我々杉山と小村金みくじの方を開けてみたいと思います。私小村小吉。景色に新発見。さっき虹見たけども、幸先いいんじゃないですかこれは。仕事手を抜かないこと、勝負強気で臨め、うん、恋愛新しい展開あり、旅行遠出は控えて。おっと、うん、買い物ネットショッピングが吉。おお、美容日々のケアが肝心。ファッションポイントに流行プラス。お、節約して運気向上。僕はですね、吉でした。金、うん、金運出入りが多い、仕事次なる展開の予感、うん、勝負逃げるがガチ。おう、うん、恋愛新たな出会い、旅行暖かい場所へ。南ってことかな。南だね。宮崎。でも遠出は遠出は控えて。ファッション TPO をわきまえて。普段どんなファッションしてるんだっていう、 TPO をわきまえてって何なんですかね。2人とも、地道にコツコツとってことですね、はい、宝くじはどうなるだろうな。俺年末は。よしよしよし。銭神様、こちら銭神様がですね、ムカデと同姓の私有一対が、御神法として納められてて、ムカデなんですね。お金に困らない、足がたくさんあるからっていうことらしいです。こう今向かってるのが、和同遺跡という場所で、はい、その和同開珎を作るのに使ったとされる銅が、取れた場所。大自然のパワーをね、お金の神様の誕生した場所へ、我々今一歩一歩踏みしめつつ向かっているわけですよ。なかなかね、お金の神様っていうの珍しいからね。よほじめ聞きましたね。せっかくなんでご挨拶に、やっぱり末永くよろしくお願いしますと、はい、いったところでしょうか。秩父来たばっかりの時は結構寒いなって思ってたけども、今やもう暑いです。自転車に乗って北へ北へと上がっていくにつれてどんどん暑くなるじゃないか。これですね。和同遺跡、和同遺跡ですね、はい、こちらで、和同露天堀跡。こちらですね、目の前の、急斜面を蛇行する見学道を登れば1300年の、面影を残す和同露天堀跡を間近に見ることができます。新兵武蔵風土記以降ん
今ここのね、岩盤上に立てばまざまざとその風景が蘇ると。あれが露天掘り跡なんだね。ですね。あれか、あれがやっぱ、はい、川のせせらぎとともにこの跡がバーッと続いてますね。うん、あっちの方にも。ここから顔出せないから。和道製ムカデ実物大。自然。それじゃあこれから、はい、再び我々北へと。また北ですか。北へ北へ向かっていきましょう。次はね、長瀞。長瀞。長瀞というところに行きます。やっぱ今も掘ったら出てくるんですかね、動画。どうどうしました。いや、なんでもないですね。ちょっと言葉に詰まりましたけど。やっぱ日本の通貨の発祥の地に来るってことはすごいことだよ、これは。ですね。知らなかったでしょ、ここって。いや、知らなかったです。日々お世話になってますから、ご挨拶に、そして末永くお願いしますと、はい、そのパワーも見てくださってる皆様にお届けすると、はい、そのために我々また今一歩一歩と踏みしめて北へ北へと。結構いい場所でしょ。いや、舐めてました。あの花しかないと思ってました。結構そのイメージがね、先行しちゃって、はい、そしてまた我々北へ北へと行きますね。一歩一歩踏みしめて、またチャリンコ声でエネルギーを十分に携えて2021年を迎えようじゃないかと、ええ、いうことですね。行きましょう、はい。